はい、ということでこんにちは、ななみです。イエーイ。ということで今回は雑談アスレチックやっていきましょう。やば、今日テンション高。でも本当に今日はねテンション高めでいきます。理由はね、まあそろそろ学校が始まっちゃうので、まあ、うほうほしてます。前世ゴリラってよく言われます。本当ね、もう前世ゴリラだと思う。自分でもねゴリラだと思う。なんでかはよくわからんけどね、なんかよくゴリラって言われる。なんかまあ嬉しいような嬉しくないような気もするんですけど、でちょっとね悲劇が起こりまして、何の悲劇かというと、そろそろ学校が始まるじゃないですか。まあね、それってスキピとね会えるってことじゃないですか。でも、もうね私にはねもう一つね問題があるんです。はい、なんと宿題をね全然やってないんですよ。でまあね、宿題をやってないんじゃあそれはやればいいじゃんって思うじゃないですか。まあ、学校が始まるのはねあと4日ぐらいあるんですけど、なんと部活が始まるのがねあとね明後日の明後日なんですよ。あ本当に明後日っていうのやばくないですか。学校が始まる、あちょっと待って、真面目に、学校がね始まるっていうのがね明後日なんですよ。でまあ、明後日っていうのはまだいいじゃないですか。え、部活楽しいじゃんみたいな、まあ、いいじゃんみたいな思ってる人もいるかもしれないんですけど、なんと部活って宿題持っていかないといけないじゃないですか。普通にか、なんとか休み、冬休み冬休みとか夏休みとかあるじゃないですか。それが終わるたんびに部活に宿題を持ってって先生にチェックされるんですよ。本当にねそれが嫌すぎて、まあ別にチェックされるぐらいならいいですよ別に、ね、終わってない人はステージ上でチェックされてやらないといけないんですよ。みんなが練習している前で宿題やるって恥ずかしくないですか。だから今日ちょっと徹夜の予定なんですけど、ちょっと家族にちょっと怒られそうなんですよね。本当にやばい、助けてもろうて。まあね、こんな時にねゲーム実況やってるね私もやばいと思うんですけど、本当にやばい。もうちょっと徹夜します。今日はで今のね時刻なんですけど2時なんですよ。まあ昼ね、昼今日ね親がいないんすよ。まあ仕事でだから、まあちょっとお兄ちゃんいるけどまあ大丈夫っしょ。で何これ、ですね、あともう一つね問題があって、なんとですね、はい、そろそろ塾も始まります。塾が始まるのがなんと明日ですよ。明日やばくないですか。あ、もうゴールした。ん、え、ゴール、え、ゴールしちゃった。え、早っ。イエイ。はい、ということで終わったのでバイバーイ。